皆さんこんにちは。日本すっぴん協会会長の佐々木です。スキンケアを一から学んでいくすっぴん美肌塾3時間目はクレンジングについてお話をさせていただきました。クレンジングの選び方とか、あとクレンジングの種類、クレンジングの時に絶対にやってほしい乳化という作業についてなど、クレンジングの基本についてお話をさせていただきました。でその中でクレンジングを丁寧に優しく行ってくださいねっていう話をしたんですが、じゃあ優しく丁寧にってどうやったらいいんだみたいなところがあるかなと思うので、4時間目の今日は実際に私がこのメイクを落とすところをお見せできればと思います。メイクを落としながらいろいろと説明をしていきたいなと思うので、早速落としていきたいと思います。私の今日のメイクはリップがティントを使ってます。でマスカラはフィルムタイプじゃないマスカラを使っていて、ファンデーションはロングラスティングというふうに歌ってないかなと思います。普通のクッションファンデを使っていて、アイシャドウは、オーガニックコスメのアイシャドウを使っています。普段の私のメイクではあるんですが、結構しっかりやった日のメイクかなと思います。実際にアップで見ていただくと、私みたいにこうしっかり赤いリップであったりとかティントであったりとか、あとウォータープルーフのマスカラとかを使っているような場合は、こういったメイクはやっぱりポイントメイクリムーバーを使っていただくのがベストかなと思います。これまた別の動画でご紹介をしているんですが、私の場合はマスカラを落とすマスカラリムーバーと、あと部分用のメイク落とし、この2種類を使って、リップとアイメイクを落としています。ちょっと工程が増えるので面倒くさくはあるんですが、ただやっぱり目元とかってすごくデリケートなので、こすって落とすことをしないようにするためには、やっぱこういったアイテムを使うのがベストかなと思います。なのでこれを使って落としていきます。ただこれを使って、固めとリップを落とします。ポイントメイクリムーバー使うのがめんどくさいという方に向けて、固めだけ残しておいて、後ほどクレンジングオイルで落としてみたいと思います。まず最初にマスカラを落としていきたいので、このマスカラリムーバーをまつげに塗っていきます。メイクを落とした後にマスカラが残ってるなって思うことが昔結構ありまして、でそれでまたこうちょっと引っ張って取っちゃったりとかしてたんですけど、これを使うようになってから本当に綺麗にマスカラが落ちるようになったので、すごくおすすめです。フィルムタイプであれば、使う必要はないかなと思うんですが、フィルムタイプ以外のマスカラを使う場合、特にウォータープルーフとか使う場合はこういったアイテムを使っていただくといいと思います。これも前の動画でご紹介したんですけど、私はキャンメイクのものを使ってます。でも確か限定だったかな。マスカラリムーバー探していただければどこでもいろんなブランドさんから出てると思うので、探して使ってみてもらえたらと思います。本当にマスカラ落とすの楽になります。で続いて使っていきたいのが、これも別の動画でもご紹介してるんですけど、アユーラのポイントメイクオフです。この間石井美穂さんのインスタライブ見てたら、石井さんもこれ気に入って使ってるってお話してました。2層になってるので振って使います。コットンにたっぷり染み込ませたら、もう置くだけです。こうまぶたの上に置いて、しばらくこう馴染むのを待ちます。この時に本当にゴシゴシとかをこすったりしないように気をつけてください。馴染ませたらスッと引くだけでアイメイクが綺麗に落ちます。で今こっちのアイメイクだけ落としました。唇も同じようにこれをしっかりコットンに染み込ませて、唇もすごく繊細な部位なので、こすったりしないように本当に置くだけです。今こっち側のアイメイクとリップをポイントメイクオフリムーバーで落としました。この工程をやっていただく方がおすすめです。やっぱりお肌をこすらないとか、汚れを広げないという意味でも、ポイントメイクリムーバー使ってちゃんとメイクを落としていただく方がいいかなと思います。ただ疲れてて面倒くさいなとか、できない日もあるかなと思うので、そういう時はオイルでいっぺんに落としていただいてもいいかなと思います。では実際にここから顔全体を落としていきたいと思います。今回使うのはネイチャーズ4モイストクレンジングオイルです。
私はこれがすごくいいなと思っているのが、本当に 100% 自然由来成分でできているオイルになります。なので、洗い上がりの肌がオイルって乾燥するというイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですけど、これは本当に乾燥しなくてしっとりお肌が仕上がるので好きで使ってます。では実際にメイクを落としていきたいと思います。今日ちょっとヘアバンドを忘れてしまったので、先端分けでなんとか頑張りたいと思うんですが、皆さんはちゃんとヘアバンドをして、生え際とかにもしっかり残らないように、生え際まできちっと洗えるようにしていただくといいかなと思います。すいません、私はちょっと今日この髪型で頑張っていきたいと思います。クレンジングを使う量なんですが、だいたいこの後ろのところに使用量、何プッシュですとかどれぐらいの大きさですというのが書いてあるので、その量はしっかり使ってください。その量を使うことでメイクがきちんと落ちますし、あとお肌への負担なども減らすことができるので、メーカーさんが推奨している量はきちっと使うようにしてください。私はそれよりもちょっと多めに使うことの方が多いかなと思います。でポイントなんですが、クレンジング剤をのせていく順番は皮脂量が多い T ゾーンからのせてください。 T ゾーンにのせていただいた後に、この頬とかにのせて洗っていきます。やっぱりクレンジング剤っていうのはメイク汚れとか皮脂汚れを落とすものになるので、長時間お肌にのせないというのもポイントになります。なのでここからは手早く、なるべく手早くやっていきたいと思います。これが乾いた状態で2から3プッシュを指で広げというふうに書いてあるので、3プッシュ使いたいと思います。3プッシュ出すと、もう大体こう手のひらを丸っこくしたところ1杯ぐらいの量になります。これをつけていきます。最初にお話ししたみたいに、つける順番は T ゾーンから優しくつけてください。で T ゾーンにつけたら、あとはもう頬全体にこのようになじませていきます。もうこの時にゴシゴシとかは本当にしなくて大丈夫です。このクレンジング剤がメイクの油汚れとか皮脂汚れを浮かせてくれるので、ここでゴシゴシこすったりしないように優しく置いてください。でもしちょっと小鼻の黒ずみとかが気になるよっていう方は、ここだけ少しくるくるっとしてあげてもいいかなと思います。でもこの時も薬指を使って圧がかからないように優しく行ってください。塗り広げるときも基本的にはもう薬指とか小指とかこの辺りを使って優しく塗布をすることをおすすめします。でこうやってなじませたら、前回3時間目のときにお伝えをした乳化という作業をしていただきます。この乳化という作業は少量の水を足して白っぽくしていく作業になります。この時も擦らずに本当に水を置いていくようなイメージでやっていただくといいかなと思います。白っぽくなったの分かりますか？分かりますね。こんな感じに乳化すると色が白く変わるので、これが合図になります。で乳化がきちっとできたなと思ったら洗い流していきます。洗い流す時のポイントは、水をバシャバシャっと当てるのではなく、水を溜めたところに顔を当てていくようなイメージで洗い流してください。これで綺麗にメイクが落ちたかなと思います。で私今ちょっと会社にいるのでハンカチで拭きたいと思うんですが、皆さんはタオルで優しく拭いてください。これがクレンジングの基本になります。ポイントをおさらいすると、アイメイクとかリップメイクに関してはこういったポイントメイクリムーバーを使っていただくのがいいかなと思います。ポイントメイクを落とした後にクレンジング剤をのせるんですが、クレンジング剤をのせるときは T ゾーンからのせていって、あと頬とか目周りにのせてください。でのせるときもこうくるくるしたりせずに、本当にこう優しく置くぐらいの気持ちでのせていってください。でもし小鼻をくるくるしたいなっていう方は、一番力の入りにくい薬指で優しくくるくるしてあげてください。メイクとクレンジング剤が馴染んだなと思ったら、少量の水を足して顔全体を乳化します。
でこの時もプルプルっとしたりせずに本当に水をこう全体に置いていくようなイメージで乳化をさせていきます。で白っぽくなったなっていうのが確認できたら、最後は手に水の池を作って、そこにこう顔を当てていくようなイメージで洗い流してください。以上がクレンジングの基本でありポイントになります。3時間目の時にもお話をしましたが、落とすケアをきちんとしていただくだけでお肌って全然変わってくると思うので、今日お伝えしたクレンジング方法をぜひ実践していただければと思います。今回の動画が面白かった、ためになったという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。